こんにちは、みなもんたです。今日はですね、私シミ取りしたんですよね。50日間ね、経過を記録してきましたので、お伝えしていきたいと思います。2回目なんですね、今回ね。1回目の時は6年前に取り放題っていうね、顔中全部取りますっていうやつで、Q スイッチレーザーというもので受けたんですね。でその時は当てる時もすっごい痛かったですし、ダウンタイムのかさぶたっていうんですかね、すごかったです。こんな感じでだったんです。でも結果的にものすごく綺麗に治りました。今回はあれからまた時代が変わって、ピコレーザーっていう機械が出たんですよね。でそれピコレーザーは吸水池レーザーよりも1000分の1の速さで照射をするので、肌へのダメージが少なくて、ダウンタイムがね短くなるっていう風にお聞きしたので、やりたいなと思って。で私薄いシミがポチポチあるタイプで、ピコレーザーが効果的だっていうことだったので、今回は絶対にピコレーザーで受けたいと思って、ピコレーザーを扱っているクリニックを探してカウンセリングに行って2件目で決めました。はい、家に帰ってきて今施術後4時間です。この取った10個をね全部お見せします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ちょうど10個ね。本当にね、ここもね実は気になってて、先生に言ったんですけど、ちょっと薄すぎて反応するかなって言って、先生はあんまりやりたがらない感じだったんですよ。なんで、あ、じゃあまあ他のところでいいですっていう感じで、やっぱりねはっきりしてるところを先生はね打ちたがる傾向がありますよね。ちゃんと取れるっていう確信があるんでしょうね。はっきりくっきりしてるもの、小さくてもここ行きましょうみたいな感じでハイドロキノンとかレチノールとか、まあそういう外用とあと内服でもしかしたら薄くなるかもしれないなと思っているので、まあそんな感じで撲滅していきたいと思います。で、今日の過ごし方は別に普通に入浴も洗顔もしていいそうです。でお薬が出たんですよね。こちらのトランサミンをね、出血を止めるお薬で赤みや腫れを引かす作用もあるっていうことで、本当はシナールとユベラっていうね、出したかったみたいなんですけど、胃があんまり強くないので、このシナールが特にそうなんですけど、飲むとちょっとね気持ち悪くなっちゃうんですよね。なんでまあそれを言って、まあ一応食品の方からもうしっかり取るようにしますんでということで、トランサミンだけ出してもらいました。ちょうど24時間後です。昨日に比べてちょっと赤みが落ち着いて茶色になってきた感じがします。はい、2日目の朝です。あんまり昨日と変わってないように見えるんですけど、ちょっと茶色が濃くなった感じがします。でさらに茶色が表面にちょっと浮いてきたような、こう天井に点々点々って、昔ライムライトっていう光治療をしたことがあるんですけど、その時に浮き上がってくる感じにちょっと似てるなっていう印象ですね。3日目です。なんかこの茶色のかさぶたの部分がところどころ点で脱落してきたような感じがします。ここの周りがちょっと炎症しているかなっていう感じなんですけど、ほぼほぼもう赤みはないですね。4日目です。昨日に比べると少しやっぱり茶色がキュッとまた小さくなったような感じです。でも剥がれてるところはまだ一つもなくって、この一番大きいところの茶色が少し濃くなった感じがします。5日目です。なんかかさぶたが部分的に取れてきたところもあるんですけれども、全部剥がれたっていうところはまだありません。6日目です。かさぶたは小さくなったり、ちょっと部分的に点で剥がれたりしてきてはいるんですけど、なんかもしかしたらここ取れないのかなみたいな感じなところはあります。下からピンクの皮膚が見えるっていうことだったんですけど、この剥がれたっぽいところも見えてないので、どうなるのかなっていう感じがしてます。はい、ちょうど1週間経ちました。天井に浮き出たかさぶたが剥がれてきてます。かさぶたが取れても茶色のままなんですね。なのでこれ取れてるのかなってちょっと心配になってます。はい、炎症後色素沈着かもしれないので、引き続き様子を見ていきたいと思います。10日目です。ここの一番濃いところとこの一番大きいところ以外全部、かさぶたが取れました。かさぶたが取れたところは
相変わらず薄茶色のままなんですけれども、ところどころ少し薄くなってきてるかなっていう状態です。2週間目です。やっぱりまだこことここのかさぶたは取れないです。でかさぶたが取れたところも茶色いです。コンシーラーを使わないでも大丈夫なようにしたいので、なんとかこれが薄くなっていってくれるといいなっていう感じです。焦らずね、様子を見ていきたいと思います。19日目です。だいぶ茶色いところが薄くなってきました。かさぶたにならなかったところすごく心配してたんですけれども、徐々に薄くなってきたのですごく嬉しいです。あと一番大きいここもですね、薄くなったように感じます。このまま消えていってくれたら嬉しいなと思います。23日目です。少し空いてしまったんですけれども、その間にかなり薄茶色のところがだんだん薄くなって馴染んできました。ここですね、もう一踏ん張りっていう感じですかね。25日目です。どこをやったもので、もともとあるものかっていう、なんか区別が分からなくなってきています。もうこれが限界、25日目なのでもしかしたら限界なのかなと思っております。ちょうど4週間目です。かなりね、薄くなったんですけども、やっぱりこういう明るいところで見ると取り切れていないなっていうところがありますね。30日目です。急に薄くなってきました。ちょっともやっとしたのはあるあるんですけれども、ほとんど多分他人様レベルだとほとんどわからないところまで来ました。このかさぶたにならなかったところも薄くなってきましたけれども、まあちょっとあるかな。まあ自分的には満足かな。はい。47日目です。あまり変化はないかなという感じです。でもそれでもほんの少しずつですけれども、薄くなってきています。もうこれほとんど UV 下地を塗ったらあまりわからない程度ではあるんですけれども、よく見るとやっぱり色がついているなという感じです。まあ、結果的に今50日目の時点では、まあ、跡形もなく綺麗に取れたところが4個、ほぼ取れたなっていうところが2個、あとの残りの4個はもやっと残っているかなっていう感じなんですね。でそのもやっと残っているっていうのは、まあ、自分レベルです。他人様が見て、ああなんとなくねっていう感じのところがほとんどかな。はい、結構私肌に対するこの意識が結構細かいので厳しく見てしまうんですけれども、メイクすれば全然わからなくなる程度のものです。でちょうど1ヶ月後から炎症後色素沈着っていうものが出ることがあるらしくって、でそれは半年間かけて徐々に薄くなっていくものらしいんですね。なのでまあちょっと気長に様子を見ながら、そのモヤモヤっとしたのがなくなっていくといいなというふうに思っています。私がダウンタイム中に気をつけてたことをお伝えします。一つ目は摩擦をしないっていうことをすごく心がけてました。まあ、それ摩擦っていうのは、まあ洗顔だったり普段のスキンケアだったり、あとメイクもそうですけども、お洋服の着脱ですね、顔に擦れてしまうとかさぶたにね刺激になってしまうのでとか、あとマスクですね、意外とこのマスクがね擦れっていうのが結構大変でしたね。ずらしてみたりとか、新しく買い替えてこうなるべくその患部に触れないようにするっていうことを気をつけていました。そう、あと2つ目はメイクですね。メイク、私メイクの仕事をしていますし、したいんですけれども、なるべくしない方がいいというふうに先生もねおっしゃっていたので、特にかさぶたが取れるまではもう上に何も刺激にならないようにっていうことで、もうそこを逃してやってました。だけどそれってすごい、ポイントメイクがこの患部にかからないようにするのってすごい大変だし、でここにチークがあるのにここだけ濡れてないみたいな感じですごいまだらな感じで、ちょっとそれがねストレスだったかなっていうのがありますね。でまあかさぶたが取れてからは日焼け止めでしっかりガードしてあげるっていうことをしてました。そこの部分だけ重ね塗り先生にするといいよって教えていただいたので、10箇所だけこうやってトンチョンチョンチョンっていう風になじましてました。あとは食事ですかね。タンパク質をしっかり摂ることと、あとビタミン C ですね。タンパク質はビタミン C と一緒になることでコラーゲンの生成が促されるんですよね。なんでもううちの冷蔵庫にはいつもキウイ毎日ほとんど毎日食べてましたね。あとはパプリカね。
パプリカ、私も今回初めて知ったんですけど、パプリカってお野菜の中で一番ビタミン C が多いらしいんですね。そうなんだ、ブロッコリーとかだと思ってたんですけど、炒め物にしたりサラダにスライスして入れたりというふうにいつも入れるようにしてます。あとやっぱり適度な運動を心がけてますね。毎朝ね、朝ヨガしてるんですね。本当に10分とか15分とか短い時間なんですけれども、まず起きたら朝ヨガをして、その後は朝日を浴びながら、まあウォーキングですね、大股で早歩きでウォーキングをだいたい20分ぐらいかな、本当それも短いんですけれども、運動すると血液の循環が良くなって代謝が上がりますよね。なのでその新陳代謝を上げて肌の生まれ変わりを助けたいっていう思いで、はい、やってますね。あとやっぱりダウンタイム中ってやっぱり少なからずちょっとメンタルがね落ち気味になるんですよね。と運動するとなんか心が晴れやかになったり、あと日を浴びるとセロトニンが分泌されますので、なるべく運動するようにねしてますね。たまにサボるんですけどね、はい。あとは最後に今回のシミ取りを振り返って、私が個人的に思ったことを3つお伝えします。まず1つ目は、今回も取り放題で受ければよかったなって思いました。なんでかっていうと、ダウンタイムの煩わしさ、ちょっと不自由な面っていうのは結局個数と関係なく同じなんですよね。あと日にちが経ってくると、どこをやってどこが取れたところでどこが元からある茶色なのかっていうのがちょっとね、分からなくなってきてしまうんですね。こっちだと思ったらこっちだったみたいなことが動画見て後から判明したりとかして、お値段的には少し上がるんですけれども、でもむしろ割安なんじゃないかなって、2回やるよりも割安になるんじゃないかなっていうふうにはすごく思いました。2つ目はメイクが楽になったなって思います。全体的にメイクの時間が短縮されたり手間が省けたり、そうなるとオフもね、洗顔とかも楽になってくるんですよね。負担が減るっていうことで、負担といえばお肌の負担も減りますよね。やっぱり上からいつも同じところをこういう風にメイクすることに摩擦することになりますので、お肌の負担っていうのも軽くなったなっていう風に思います。あと3つ目は、次もまたね数年後にやると思うんですけれども、シミって1回やったら終わりじゃなくてどんどん出てくるんですよ皆さんもうこういたちごっこなんですけどね。なのでその次先生に、別に私ダウンタイム少し長くなっても全然大丈夫ですので、しっかり出力をマックスまで上げてってくださいって言おうかなと思ってますその言い方がちょっと正しいかどうかわからないんですけど、先生がね打つ時にもうちょっと強くしようかなっておっしゃったんですよ。なのでまあ何て言うかな、ダメージを心配してちょっと出力を控えて取れないよりは、ダメージが強くてもしっかり取れる、後のうち綺麗になるっていう方が嬉しいんですよ、はいそれをすごく今回感じましたね。コレジャーを扱うクリニックを探してた時は、なるべくダウンタイム、あんなひどいダウンタイムはもう嫌だ、二度と嫌だと思ってダウンタイムが軽くて済むのにしたいと思ったんですけども、結局前回のダウンタイムひどかった時の方が綺麗にすっきりと取れたなっていう風なことを思いましたので、次は先生にそんな風に相談してみようかなという風に思いました。はい、いかがでしたでしょうか。参考になったよっていう方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。